んな出会いがある。心躍る瞬間をショップチャンネル。皆様こんにちは。午後のティータイムいかがお過ごしでしょうか。さてお茶以降のお時間です、今週のお茶以降はこちらです。広がれお茶の輪ゲストの輪と題しまして、毎日スペシャルゲストをお招きし皆様からの質問を伺っております。で今日実は最終日になるんですね。番組で採用させていただいた投稿者の方にはなんと今回番組ステッカーはもちろんのことながら、こちらにも書いてありますが人気コスメの、コスメとサプリブランドのお試しサンプル、あの一例をちょっと私見たんですけど、かなり豪華なプレゼントでした。どうぞお楽しみになっていてくださいね。さてそれでは本日最終日9日のスペシャルゲストは、つい先ほどまでもご出演をいただいておりましたが、納富綾子先生をお迎えしております。それではこちらの方にお越しいただきましょう。綾子先生どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お茶っ子もちろん初めてですよね。初めてです。光栄です。ありがとうございます。お願いします。もう今日ねショップスターマリオで午前0時からずっとお出になってらっしゃるのにね、はい、すいませんね。とんでもないです。もう本当に大変光栄なので嬉しいです。さあそれではですね、もう早速、たくさんご質問いただいておりますので、 ありがとうございます。ちょっと行きたいと思います、はい、よろしいですか。ドキドキしますね。なんか怖いですね。どんなこと聞かれるんだろう。さあそれではまずはこちら、チーボー様からです。綾子先生へ、50歳でそのプロポーション綺麗ですね。はい、質問です。ございます。骨盤に良い体操ストレッチありますか、はい、日常生活での注意点ありますか、はい、ぜひ教えていただきたいです。私こちらの骨盤ショーツは6年ぐらい愛用しています。目指せ綾子先生と。わあ嬉しいです。ありがとうございます。ありますか、チーボー様。ね、本当に簡単なんですけど、はい、ちょっと立ちますね、はい、私ちょっと暇があったりとか立ってる時があったら、骨盤くるくる体操っていうの。骨盤くるくる体操、はい、よくするの。本当に足を肩幅ぐらいに開いていただいて、はいはいはい、手を腰に当てますよね、はい、そして腰をこの辺に骨盤周りをくる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 と10回回して、うんうん、10回はい、はい、で逆方向10回回して、はい、っていうのを、もう本当に日常茶飯事やってます。えこれいいんですね。はい、いいです。あとも前とか前、はい、縦、はい、横とか、はい、で丸書いてキュッてお尻を最後キュッて締める。丸書いてチョンのところがお尻をキュッと締める。ありがとうございます、はい、ぜひやってみてください。そうですね、はい、チーボー様ありがとうございます。簡単ですね。簡単なんですね。それを覚えたら、はい、本当に、まあ、手を腰にしなくて も慣れてきたらもう立った状態でこうくる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 って回してもいいので、うん、駅のホームでこうさりげなくこうしらーっと揺れてる人やってみたりとかしていただくと。なるほど、はい、いいですよ。こう日常生活の注意点ってあります。やっぱり骨盤周りを立たせるということを私はよくしておりまして、はい、こう椅子に座った時にやっぱりこう腰がこうちゃんと骨盤がこういう風に座骨で座るようにしております。はあ、なるほどね、はい、座ってる時って一番やっぱり骨盤周りに体重がかかるので、そっか、それが足を組んでしまったり角度をこういう風にダランとしてしまったりすると、うん、やっぱり骨盤の歪みがどうしても定着しやすくなるので、ちゃんと座って座骨の上にこう座って、はい、全部こう上半身を乗せる、うん、なるほど。それだけでもちょっとお腹がへこんだりとか、お腹の方に筋肉がクッと入りますので、そうするといいですよ。やってみましょう。はい、チーボー様ありがとうございます、はい、プレゼント楽しみにしててください、はい、明け猫様からです、はい、いつも笑顔が素敵な納富さんの大ファンです。ありがとうございます。ずばり今ハマっていることやものはありますか。ハマってること、私今ですね京都の宇治の方に行くことがすごく大好きで、で今度大河ドラマでする何、はい、ですか、百人一首の、はいはい、そうですね、はいはい、なのですごくイベントも多くって、光源氏とか、はい、そういうのを見たりして、あ 楽しんでおります。そうなんですね。川辺でねパフェなんか食べながらですね。いいですね。抹茶パフェなんかすごく美味しいので。誰でくれるんですか。主人と行きますよ。もうやだこんな公は誰とだなんてそれは気になるじゃないですかね。ちゃんと主人と
ご趣味がね、大人から始めた、はい、大人になってから始めたバイオリンとお琴。そうなんです、そうなんです、ね、でその京都の宇治に琴坂っていう、はい、お琴の坂って書く琴坂っていう坂がありまして、はい、もうそこに行くとお寺があるんですけど、はい、そこがまた素敵なんですね。行ってみたい。そうなん、ぜひ皆様もその琴坂を目指して、はい、検索していただくと出てきますので、そうすると駅とかでこうしてる先生がいるかもしれない。明音子様ありがとうございます。さあ、そしてピンク様から、はい、綾子先生に質問です。いつもニコニコしていて明るい綾子先生ですが、旦那様との夫婦円満の秘訣があれば教えてください。いやー、どうしよう、秘密にしたいところなんですけど、なぜ心がけてることは、はい、ありがとうをよく使うことにしてます。大切です、ね、なんかこうね、運んできてくれたら、うん、ありがとうって、はい、してくれてありがとうとか、なるほど、さっきはありがとうとかっていう、なるほど、はい、もう転がして実はこうだそうです。大切ですね、はい、ピンク様ご参考なさってください。参考になるか。さあ、そしてヤスリン様から、はい、ストレスがたまった時何をして解消していらっしゃいますか、参考にしたいです、はい、ちなみに9日は私の誕生日なので、はい、おめでとうと一言言っていただけると嬉しいです。ヤスリン様、カメラ、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。違うんですけども、9日生まれなので。あ、そうなんですね、はい、なのでちょっと親近感が湧きますね。本当ですね、はい、ストレス解消、ストレス解消はやっぱり美味しいものを食べることですね。賛成。ありがとうございます。ヤスミン様、お誕生日本当におめでとうございます。おめでとうございます。さあ、続いてです。もうたくさん来てるんですよ、今日 K 様からです、はい、もし1ヶ月自由な時間ができたら何をしたいですか、かっこ仕事をしてはいけないと仮定して。しちゃいけないですね、はい、そうですね、もう本当ありきたりなんですけども、何にもせずにやっぱり南の島でのんびりと過ごしたいなっていうのはもう永遠の憧れですね。いつか、でも私動くことが好きなので、はい、ずっと多分仕事のことを考えながら南の島で骨盤はどうしたら歪まないんだろう、使えそうですね、あの人骨盤歪んでるとか。でも気になりますか、チェックします、やっぱり本当、はい、そう、やっぱメインが行くんですね、行、はい、きます、行きます、なるほど、え、もう時間、え、早すぎる、レモンティー様も読めなくてごめんなさい、ごめんなさい。さて、お時間がだそうなんですけれども、綾子先生いかがでしたか。すごくあっという間で、もっともっと喋りたいです、ね、もっともっと聞きたかった、なんか女子トークしたかった、本当ですよね、もっとご主人のこと聞きたかった、やださあ、それではここで来週のテーマをね、発表させていただきたいと思います、はい、来週はあなたの生活の知恵を教えてください、はい、というテーマを募集いたします、はい、綾子先生、何か生活の知恵ございますか。私ですね、おナスがすごく大好きなんですけど、ナス、はいはい、ナスがこれから時期なんです、ね、はい、旬な時期なんですね、うん、でちょっと SNS で見た時にほーっと思ってやってみたんですけど、ホットサンドメーカーで、うん、ナスを焼くとトロットロになるんです。トロットロになるんですよ、でそのポイントが、うん、ホットサンドメーカーに油をつけるのではなくて、はい、ナスに油を絡めてから焼くと、うん、油を吸収しすぎずに、うん、トロトロにできるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ナスは丸いまま、ちょっと切っていただいて、うん、でそれを油をちょっとつけ て、オリーブオイルでもいいですから、つけて、満遍なく火が入りますもんね。そうなんですよ、すっごいトロトロになります。美味しそう、絶対やってみたい、ぜひぜひやってみてください、皆様もやってみましょう。、はい、ね、いいアイデアですね、はい、ね、さあ、それではですね、そう、今日ショップスターバリューね、はい、そうなんです、連続でご出演ですけど、次回のご出演は、はい、22時になっております。22時ね、綾子先生またご出演ですので、ぜひ皆様ご覧になってくださいね。ショップスターバリューご購入されましたか。ご購入されましたか。新商品登場しております。、はい、さあ、それでは皆様の午後のひとときが素敵な時間になりますように。ハバナイスティー。あなたをお助け、梅雨の応援団ショップチャンネルでは15日まで梅雨を快適に過ごすためのおすすめアイテムを大